まずは折り紙を半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。一度開いて、下の角を上に向かって折ります。これを裏返して、反対側も同じように折ります。これを上から指を入れて開いて正方形に折り替えます。こんな感じの正方形です。右下を真ん中の筋に合わせて折ります。左下も真ん中の筋に合わせて折ります。上の小さな三角も折り目をつけます。これを開いて、折り筋に合わせてこのようにひし形に折り替えます。こんな感じです。裏返して反対側も同じように折っていきます。こんな感じです。ちょうど折り鶴のひし形です。これを開いた状態で、てっぺんの角を真ん中に向けて折り下げます。次に左右の細い角を上の三角に合わせて折り返します。折り返したものを一度戻して、その折り筋に合わせて中割り折りします。こんな感じです。左側も同じようにします。角に合わせて一度折り返してから、折り目に沿って中割り折りです。次に下を向いている角を中心に向かって折ります。これを閉じて、今度は一番下の三角をこの三角の中心に向かって折り返します。これでピカチュウの折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。鉛筆を使って下書きすると失敗がなくて便利です。ひし形の中心よりも少し上ぐらいに三角形の花。ひし形の中心に合わせるように口を描きます。目は全体のバランスを見ながら丸く大きく。
目の中の光は中心よりも上です。ほっぺは顔の斜めの部分に沿うように楕円形に描きます。耳の先は黒く塗るので、そこも描いておきます。これを黒マジックでまず鼻を描いて、口もなぞって塗ります。目は丸を意識して丁寧に、虹彩の部分を塗りつぶさないように気をつけながら、中を黒く塗りつぶします。こんな感じです。耳の先も線を引いた場所から先に塗りつぶします。ほっぺの部分は縁取りをせずに赤で直接描きます。これでピカチュウの完成です。